ペギー・グランビル・ヒックス、1948ペギー・グランビル・ヒックスは、オーストラリアの作曲家、メルボルン出身。1931年から1936年まで、ロンドンの王立音楽大学に留学し、ピアノをアーサー・ベンジャミンに、四季をコンスタント・ランバートとマルコム・サージェントに、作曲をレイフ・ボーオン・ウィリアムズに指示した。その他に、 ナディア・ブーランジェとエゴンベレスについて学んだ。1949年から1958年までニューヨークヘラルド・トリビューン氏の音楽批評を担当した。1950年にイギリスを離れ、1978年までギリシャに居住した。1980年代にオーストラリアに帰国するが、その前にアメリカ合衆国でジョージアンタイルのバレエメカニックを カーカッションアンサンブル用に編曲している。1938年から1949年まで、イギリスの作曲家、スタンリー・ベートと結婚していた。主な作品には、太平洋交響曲、エトルリア競争曲、ロマンティッ競争曲、ニカノール・サバレタによって初演された、ハープ・ソナタなどがある。またオペラには、すげ替えられた首、ナウシカ、サッフォーがある。 ありがとうございます。